あ、もう違うなっそうていう。そう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 。それはね、すごいね。なんと、1年でこんなに変わるものなのっていう、中津川住民としては、もうワクワクが止まらない。なんかそれで中津川に移住してしばらくはやっぱりね、映像とか写真、まあもちろんその現場の写真とか綺麗な風景とか撮ってたけど、あんまりがっつり撮ってなくて、去年くらいからですよ、ちゃんと写真を、まあ iPhone だけどね、撮り始めるようになったの。2024年のゴールデンウィークがスタートして、で今回その水没林のライトアップが本格的に始まったと。でやっぱりその一番のきっかけはやっぱりその仕事林業をやってて、結局ほら木切るだけで終わってしまう。で特に再造林もせず木を切っておしまいになってて、でみんな、なんかその森林活用ってなると必ず伐採間伐みたいになるけど、本当にそれって森の恵み生かしてんのかなと思って、森って木が生えてるからこその一番の価値であって、それを切るのが一番の価値なのかなってずっと考えるようになって、そこからこう森人会の若手メンバーたちが入るようになって、そこから彼らたちがこうライトアップしたらいいんじゃないのみたいなから始まったのが、一昨年の雪まつりのブナうちのブナ林のブライトアップから来て、で木照らすと面白いよねってなって、じゃあこのノリで水没林をライトアップしようかってやったのが去年で、去年ライトアップしてみたら意外とまあテストっていう感じで2日間しか3日間かしかしなかったけど、すごい好評だったから、じゃあ今年はもう少しグレードアップしようかっていうことで、まさかのバーベキューの施設であるチロリアンをね、こう カウンターまで作ってしまうっていう、夢に思わそう夢にも思わない、まさかこんなムーディーな環境ができるとは考えもつかない状況で、とりあえず準備は駆け足でかなり猛ダッシュしながらここまで来て、なんとなくねやってきましたけど でも結構まあ役場も白川荘もすごい協力的にお手伝いしていただいてる、ご支援いただいてるから、とても助かって。やっぱね、ライトアップ自体やっぱ先週土日から始まったわけです。正直去年やった時は初日誰もいなかったじゃいなかった。ん。その状態で始めて、で今年初めてその先週の土日やった時にも並んでるっていう状況があって、あ、もう違うなっそうていそうそうう。そうそう。それはね、すごいね。なんと、1年でこんなに変わるものなのっていう、その今まで中津川っていうもの自体がどん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 疲弊していって、何もなくなるんじゃないかなと思ってて、本当残るのは山と木だけが残るのかなっていうふうに思ってた。その中で、あ、なんか変わったなっていうのが去年から始まって、今日で、明日多分もっとすごいことになるだろうっていう予想の中でこう今ワクワクしてる。 それはね、やっぱ一この中津川住民としてはもうワクワクが止まらない。 何なんだこれはっていう。そうだよね。それがね、やっぱ森人会ってやっぱすごいなっていう。そうね、なんかここれ白川荘単体とう か、中津川のちょっとまあ昔の若い人たちとか、その発想からは絶対出てこない。多分それは、そういう後藤君とか、小野君とか、多分ああいう電気関係の人たちがいないと、電気関係っていうのは、ちょっと賢い人たちがいないと、そういう話にはなんなかったし。昔のやっぱエネルギーの、その森の新山林で、かまどにね、火をくべるだけのエネルギーだった。それが今電気に変わって、でそれをもう一回その電気をこう山に照らすっていうのは、ちょっとなんかこう
なんていう、言葉にはちょっとできないけど、なんかちょっと帰ってくる感じはある。うん、その辺はどう？うん、そうだよね、本当にこう、うん、やっぱりその最近俺もあんま好きじゃない言葉じゃないけど、その SDGs なんだっていう言葉いろいろあって、その林野庁とかのいろいろな資料を読んでても、必ずそのエコツーリズムとか推進とかいろいろ書いてあったりとか、その二酸化炭素を吸収する上で森が大切ですよって言うけど、かといってみんなそんな森とかに実際興味ないじゃん、うん、来ないし、そこないし、だけどこうライトアップするとやっぱ綺麗だから、みんなすごい喜んでくれてる、うん、で毎年去年と今年でイベント、今回こういうライトアップっていう形でイベントしてみて、うん、あすごい良かった、やって、うん、大変だったけど今年もやってよかったなと思ったのが、うん、去年見に来てくださったお客さんが今年も見に来てくれたこと、うん、そうするとなんかこう水没林がをライトアップすることで、うん、水没林が新たな人を、人のつながりを作ってくれたみたいな、うん、でこっちも嬉しかった、すっごく嬉しかったし、うん、お客さんもすごい喜んでくれて、来年も絶対行きますって言ってくれてたし、うん、なんかそういった関係性が生まれるっていうのが本当の森の価値を生かすことなのかなっていうのは、今回ライトアップの準備、そして先週のライトアップっていうことで見えてきたので、それは本当に良かったなって、うん、だからさっき匠くんが言ってた、その一回その新丹林からエネルギー革命が起きて、森のその資源利用っていうのがなくなって、で今こうある意味一巡して戻ってきた、で電気っていうもので森を照らすことで、森の新しい、あんま好きな言葉じゃないけど、森の新しい価値っていうものを再認識できる機会ができたっていうのはとてもいいことだよね、うん、で大変だけど、うん、やってても本当に充実感はあるし、なんかこんなに人来ちゃっていいのかなって毎回思うんだけどさ、いやもう今まで本当ないよね、夜の中津川にこんなに人が来るっていうのは、ね、ない、うん、正直やっぱ山の夜って危ないじゃん、そう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 、だでも水没林のこの公園だったら、うん、まあ行けるよね、そうそう駐車場近いし、ね、駐車場近いし、ね、うん、だからそういう面でも本当にその立地条件がとっても良くて、うんうん、でなおかつみんなが最近報道でも取り上げられるようになって、昼間の水没林はっていうことになったけど、でもやっぱりほら24時間の半分ってさ、うん、まあ夜なわけじゃん、そうだからその夜をやっぱり僕は、うん、っていうのもやっぱ僕もキャンパーだし登山やってるって思うのは、うん、夜の森が一番綺麗、うん、それはマジ、うん、月の出とかさ、うん、静かだし、うん、本当に自分が息してることすら恥ずかしいくらいの静寂を感じられるのってやっぱりこの夜だから、その夜をどう演出して、うん、あのなんか別に人を感動させたいっていうわけじゃないけども、うん、その夜だと、うん、照らし出されるところは照らし出されるけど、うん、そうじゃない部分に、うん、何があるんだろうみたいな、うん、勝手な人間の想像力が働くじゃん、うん、なんかこう西洋、昼間ってどちらかというと西洋絵画みたいに遠近法で全てが見えて綺麗に映し出せる完璧な構図みたいな感じだけど、夜のライトアップってどちらかというとこう淡く照らし出されているところがあったりして、なんか未完の美を求める東洋芸術みたいな感じで、俺はすごく好き、うん、やっぱちゃんと余白があってそこに想像する余地をちゃんと残してるっていうのは多分夜だと思う、うんうんうん、日中は全部本当見えてるし、見えるしね、でおまけに日中はうるさいじゃん、そうだね風も多い、そう車もあるし、なんかいろんな人が行き来してて、でやっぱ暗いとみんな意外と声大声出したりしないじゃん、うん、声のトーンが低くなるとか、うん、っていうところで、だから今回そのバーを作るにしても、うん、すごくちょっと暗いものを、暗い空間を演出して、う
ね、こう、まあ、僕ら自身はめちゃくちゃ忙しいけど、うん、ただでさえみんな忙しい中でもこういうところに来た時はじっくりゆっくり楽しめる空間を演出できたっていうのはもう、まあ、僕が作ったわけじゃないんだけどみんながいろんなアイデアを出してくれたから俺はただそれをまとめてるだけなんですけどいや、やっぱね、最後に頼れる人って、うん、やっぱ組織的にやっぱ大事で、うんうん、こうどうしてもこうなんていうのね、現代社会やっぱ逃げたくなるんで、うん、そういう時にこうなんか一本こう俺頑張りますっていう人が言うと、うん、まだいけるかなっていう、うんうんうん、自分の限界よりちょっと頑張ろうっていう、うん、多分それがまさしにあるまあね、全然僕はただやりたいからやってるだけで、うん、ただ体を酷使し続けてるだけな感じはするけど、でも、うん、やりたいことが多すぎるから、うん、そう、もちろん仕事もやりたいことだし、森人会もでみんなでワイワイ森林整備活動するのもやりたいことだし、でやっぱりそのもう一つのやりたいこととしてはそのライトアップだったり、そのライトアップっていう一つの端的なものではなくて、そこの空間にいかに持続的にお客さんが留まってもらえるか、そのためにやっぱ空間を演出しなきゃいけないし、そこには食とか地元の人たちとの関わりっていう場みたいなものがあると、お客さんももっとこの中津川っていう地区にもっとコネクションを持てるんじゃないのかなと思って、でそうするとコネクションが生まれるとストーリーが生まれるじゃん。でストーリーが生まれるといろいろこう発展が出てきて、その中津川っていうところは単なる観光地じゃなくて、行けば誰かが迎えてくれる場所になってもらえれば、別に中津川にね500万人、あの500人とか600人とか移住してこなくてもいいけど、毎年ね2000人か3000人くらいあの遊びに来てくれる人がいれば、それだけでもここの村は全然違うと思う。なんかそういうことを、まあ、昔ずっとやりたいやりたいと思ってたけど、でおまけにほら自分で場を作りたいっていうのもあって、うんうん、それはずっと大学時代から思ってたことで、だからこれをやるんだったらバー作るみたいな感じだったんだけど、うん、だけどうーん、誰かにやってもらおうってやっぱり20代とかの時って考えたの、誰かがやってもらえるだろうみたいなって思ってたんだけど、あのアメリカに行った時に、アメリカ行った時もここみたいにどいなかで、自分が何かしなきゃ何にも変わらない。で特にアメリカってそういう組織、あの国だから、でそういう時になんかやっぱり常に変化を求めるんだったら自分が何かしなきゃいけないっていうのを叩き込まれたんでしょうね。でなおかつたくみくんも俺も多分そういうタイプなんだけど、人に言って、うん、人に言ってやってもらうよりも自分でやった方が早いからやっちゃうんだよね。わかる。今日もそれ。本当にずっとそれ。言って手直ししなきゃいけないんだったら自分でやるよみたいな。うんうん、そうだね。やっぱ、うん、朝7時にさ、トイレ詰まりましたって言った時に、誰が頼むより自分で腕突っ込んだ方が早いよ。そうだよね。そうなるんだよ。でもそれがさ、多分一人だったらずっと辛いんだけど、うん、なんかこう隣にいたやつがいると、うん、あ、なんかこいつ頑張ってるから俺もうちょっといけるなっていうのもあるんだ、うん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 、いや本当そうですね。だから、うん、なんか森人会のメンバーってそういう人が基本多いじゃん、うんうん、すごい頑張り屋さんの集まりみたいな、うん、お前らド M かって毎回思うんだけどさ、うん、やっぱね、みんな変態なんだよね。そうなんですね。そう、基本普通じゃない人たちが集まってるから、うん、だから面白いんです、うん、そうです、うん、でおまけにみんなあの人生背景がみんな違うじゃん。そうだね。そう、うん、めっちゃ失敗してるやつもいるし、そう、ある程度こうね成功してるやつもいるし、うん、何なんだろうねと思う。懐深いなと思う。業種もバラバラだしね、出身地も違うし、う
っていうすごいやっぱり異色ので、おまけに世代もさ30代40代もいる中で、しのぶさんとか牧雄さん の、うん、あの地元の70代のおじちゃんたちもいるっていう、なんかその、うん、そのなんか年齢構成とかもそうだし、うんうん、やっぱ一番最初にその森人会ができた時、俺いなかったじゃん、うんうんうん、で何やってんだろうってずっとこう外から見た時に、うんうん、その中津川の中でも割とその、まあ、中堅、まあ、中津川の方では若いんだよね、忍さんにしても京さんにしても、うんうんうん、それがさらにちょっとその下にその教育をしているっていうのが、まあ、中津川ではなかったわけ。うん、やっぱその世代的にも60代から70、まあ、70代か70代から60代50代っていう、その50代がいないから、その伝えようにもない、うん、なんとも言えないこの自分たちが次に最後だっていう気持ちの中でやってきた仕事が次にこう、うん、なんていう、伝えられるっていうのは見ててあすごいなと思って。うん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 、もう中津川の山とか、うん、まあ、そういうもの、うん、まあ、終わるんだろうなっていうのが漠然的にこう感じながら育ったから、うん、まあ、多分その人たちがいなくなっても違うどこからこう業者が入って木は切られていくんだろうけど、うん、ちゃんと中津川に住んで、うん、育っていく様子を見てそれを切る人がいるっていうのは精神的にはちょっと楽なんです。だからもしなんて言うんだろう、こうさらに正しの下、うん、後藤だったりとか、うん、まあ、いろいろこう勉強しながらやってるけど、もうちょっとこう森についてこう思ってることがあるのかなっていうのはちょっと分かんない、ね、うん、どういうスタンスでこう関わっていくて分かんなくて、うんうん、まあ、興味はあるんだろうけど、どこまでその真剣にその森について関わっていくのかなっていうのは分かんないから、うんうん、まさしを通して俺はそうやっていろんな人と出会えるから、うん、すごい何だろうねって思いながら、何だろうね、俺は別になんかそのそういう場を作るのが得意とかそういうわけでも全然ないんだけど、うん、なんかこう、うん、面白いから一緒にやらないみたいなのが、うん、っていうノリだからさとかね、そうだね、うん、堅苦しくなくていい、そうですね、うん、俺もほら面倒くさくなると、うんうん、任せしますってなっちゃう。いきなり小野と後藤にぶん投げるとかしょっちゅうなんで、やりたいようにやってごらんっていう、うん、自分が思ったことを、いや、やっぱそういう機会があるとないで多分人ってさ全然違うと思うんだよね、多分こう日本の社会のすごいやっぱり悪いところって、その失敗を認めないじゃないですか、うん、で本来だったらみんなでリカバリーするところを、あの誰々の責任だみたいなところを追及しちゃって、うん、犯人探し始まるじゃん、うん、それをしちゃうからこうやっぱりなんだろうな、成長しないっていうか、うん、後に人が育たない、うん、で人って不思議なことでさ、任せられるとさめっちゃ頑張るじゃん、でその代わりこう1から100までのマニュアル書いちゃって、うん、これねこの通りやりなさいって言ったら、これ外れると誰々に怒られるから外れられないみたいな、それじゃあ人って絶対成長しないから、うん、っていうスタンスの上司が結構昔、うん、上司たちの下で仕事してたから、うん、あ
こういうあの若い人たちにはこうやって教育するんだなっていうのを、で僕もそうやって教育しさせてもらったから、じゃあそれはその下の人だけじゃなくて、そのいろんなやりたいって言って思ってることがある人たちにはそういうふうに接しなきゃいけないよねっていうのが、なんかね昔教えてもらったんですよ。なので森人快適にさ、失敗って何かあるか、うん、失敗っていうのは特にないよね。まあ、あ、多分失敗って言ったら、まあ、あのバット方向間違えましちゃったとかさそういう感じだけど、うんうん、そんな、なんかその事業でもないしさ、だからみんなこう会長ってみ代表ってなってるけど、自分俺だってまだ全然不完全だし、失敗なんてしょっちゅう起こすし、だからそういう面ではその森人会っていうのはその現実社会で本来なかなか踏み切れないことってあるわけじゃないですか。例えばこのライトアップだって、もしも会社でやろうとしたらどれくらいの市場規模があってとかさ、うん、そうだね、どれだけの見入りがあってみたいなちゃんとスケール測らなくて、そうそう、ちゃんとさ全部こうデータ集めて事業化に進むわけじゃん。で森人会の場合は、まあ、機材の多くをあのフリーでリースされてきてるっていうところもあって、だからこう身軽なんだよね、うん、やりたい時にやるみたいな。でそれでやってたらこう町が支援し、ね、菊川さん商工観光課の菊川さんが、うん、じゃあこういう補助金があるから、うん、今回こういう形で本格指導してみませんかって声いただけたのも、うん、多分今まで僕らがめっちゃ身軽にいろんなことやってたからだと思うんですよ。おまけにただやりたいことをやってたっていうさ、その結果がこういう形になったから、うん、だから森人会の、そのもちろんその森林整備事業っていうのは本業だけど、あのこのライトアップ事業っていうのも、うんうん、やっぱりそういう身軽だからこそできた、うん、それが森人会の一番の強みだろうね、うん、行動力もあるし、うん、ただこれをうちの今の会社でやろうとしたら、うん、それは無理だと思う、うん、ね、絶対無理だと思う、うん、多分これだけ近い場所にあってもさ、それはできないでしょうねそうだよ、何度頑張ってもこれは出てこないわけ、うん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 、それはねしょうがないと思うんだよね、本業だと、うん、ね、どうしてもこのライト1個買うかってなんないんだよね、なんないと思うよなんないよこれ、全部掃除機買ってくださいよってなるんだよねなんないだっていくらすんだよって言われたらさ、うん、それこそさ100万単位でしょ、うん、全部揃えるとしたら、うん、っていうことを考えるとやっぱりね、踏み切れなくなっちゃうけど、うん、そうだけどね、その要はボランティア団体でもないし、うん、会社組織でもない、うん、すごい中ブラリンの存在なんだけど、うん、そこにいるメンバーたちがすごくコアで、うん、風変わりな人たちが多いからこうすごく機動力があるんだと思う、うん、おまけにみんな一人一人それぞれ専門性持ってるじゃないですか、うん、うん、だからそういうところがやっぱり一番の強みだし、やっぱり今後どういうふうになっていくのかっていうのを考えると、うん、まあ一時期はやっぱり法人化してっていうのを考えたけれども、うん、今やっぱその中津川っていろんな会社がこう増えちゃってる状態じゃん、うん、中津川バイオマスであり、うちの会社の中津川で FF と、であと農業部分などと中津川ファーム、うん、ファーム中津川と白川荘みたいな、まあここでもう一個新しい会社作ってもなんか面白くないよなみたいな、うん、むしろなんかそこでなんか変な利害関係とか利権じゃないけど生まれちゃうから、うん、それだったらまあとりあえず今はみんな楽しくやってんだし、まあ事業規模が大きくなって副業じゃとてもじゃないけどやっていけないよねみたいになったら、うん、会社法人化してもいいのかなと思うけど、うん、まあ、あまり法人にする意味があまりない、そうないない、ない、多分忙しくなるだけだから、結局法人、まあ、株式にしちゃえば、うん、利益を追求したくて、そう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 、多分それが嫌なの、
そうだよね、うん、面白くなくなるじゃん。そうだよね、お金お金になっちゃうから、そうなんか見えなくなっちゃうんだ。見えなくなると思う。そうだね、それは、うん、多分そうで、難しいのがさ、その昔やっぱ報道カメラマンをしてた時は、うん、映像と写真撮るのが大好きだったわけですよ、うん、大好きだったからそれを仕事にしたらどんだけ楽しいだろうと思って、うん、確かに楽しかった、うん、最初の5年は、うん、後の5年ただの苦痛だったからなんかそれで中津川に移住してしばらくはやっぱりね、映像とか写真、まあもちろんその現場の写真とか綺麗な風景とか撮ってたけど、あんまりがっつり撮ってなくて、あのここ、うん、去年くらいからですよ、ちゃんと写真を思い、まあ iPhone だけどね、撮り始めるようになったの。まあ YouTube で除雪のやつ動画を撮ってたら意外と YouTube でバズったみたいなさ、ね、面白い、ね、まさかまさか1週間で1万回数いくと思わなかったもんねただ除雪してるだけ多分中津川で自分のチャンネルを持ってるのはここ2つしかない、うん、そう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 地味にやってるやつはここ2つしかない、そうここの2つしかないけど、やっぱさ、そのうん、僕はほら移住者じゃん、うん、匠くんはずっと中津川にいて、生まれも育ちも中津川って、うん、で僕も住んで5年経って思うのは、まあ、ここはねすごく閉鎖、環境的に閉鎖的だけど、うんね、住環境もすごく過酷じゃん、うん、だけどやっぱさ、なんだかんだもう愚痴はたくさんあるけど、やっぱなんだかんだ言っていいとこじゃん、本当にいいとこだから。自然が全然、そう、自然も豊かだし、ね、おまけに隣に住んでる隣の家がすごく遠いとかさ、うん、やっぱり何をやっても特に人に迷惑をかけないし、そのある程度その超ど田舎だけど、みんなある程度の人間関係の距離を保ってくれるじゃん、うん、すごいべったりじゃない。そうだ、意外とドライじゃん、中津川の人って。かなりドライ。かなりドライだよね。なんか変にさ、田舎のさ、こう隣の5人組とかさ。そうそうそう。あるようで、なんかお互いにこう、ちゃんと距離が線引く。そう、引いてるよね。うん、なんかそういう関係をか、そういうの考えると、うん、めっちゃいいとこだなと思う。いやでもそれはね、なんて言うんだろう。俺が小さい頃はもっとすごかった。あ、やっぱり、うん、やっぱ300人400人ぐらいの人口が中津川にあった時はやっぱりね、もっとドロドロしよう、でもやっぱり人間のキャパシティやっぱ150人っていうけど、うん、そのぐらいの規模に近づいてくると、ちゃんとその一人一人との距離感はしっかり守れるって、ちゃんと一つの群れになるっていうのは、うんうんうん、この人数になって初めて分かった気がするすごいね、そう、壮大な社会実験だよね、うん、なかなかここまでスケールをちっちゃくして初めて、うん、あ、なるほどね、ここでやっとみんなの年齢も分かるし、うん、名前なんかも絶対分かるし、うん、でも下手したらなんかもう親戚の親戚に親戚まででさ分かるみたいな、うん、なかなか面白いよね、うん、なんかこういうここの生活をもっと他の人に知ってもらいたいっていうのもあるし、うん、あとはその結構、うん、撮影するようになったのが、ここで誰かが撮らないと、うん、ここの集落が消滅したらさ、うん、ここにあったその今180人くらいしかいない人生が完全になかったことになるんだよね、うんっていうのを考えると、ああここで写真を撮ったり映像を撮ったりする、うん、であとこのライトアップをしたりして、その中津川っていう地区を一人でも多くの人に知ってもらうっていうのは、この30代40代のその言い方悪いけど責務なのかなっていう、うん、うん、どうしてもこう構えちゃうけどさ、うん、本当に最後だと思う。本当最後だと思うよ。この下で何か新しいことやろうと思う。まあ確かに友美とか、うん、ちょっともうちょっと下はいるけど、うん、その下、うん、20代とか今の10代の人たちが、
何かやりましょうって言ってももう仲間がいないわけじゃん。そう。その下に続かないわけじゃん。うん、俺だったらまだ若干だけどいるわけじゃん。ほんとちっちゃいけど、うん、もしくはその正しだったら外から呼んでこれるっていうのもあるし、ほんと最後だよね、これ自体。最後だと思う。あと多分2年だと思うのよ、うん。あと2年の間に何ができるかっていうのは、ほんと常々思う。うん、だからね、なんだろうね、こうみんながさ2030年問題だとか、うん、2024年問題だとかいろいろ言うけどさ、その前にもっとさ、こういうとこからもう始まってるよね。そう、ビッグウェブ来てるんですよ、もう。もう郵便来ないし、郵便ってかその配達来ないし、そう、そう来てるんですよ。アマゾン倍払っても、うん、そうだよ、全然来ないし、うん、プライム会員だけど当日来ないし、絶対来ないよね。2日3日遅れるもんね。っていうのがもうすでにこう肌で感じてるから、うんうん、あ、もうこう日本ってもう終わりなんだろうなって思いながらも、うん、まあ、どこまで頑張れるんだろうっていう。うん、でやっぱりさ、そのただ、うん、そのただ終わるから、うん、こう悲観的して悲観して終わるのか、うん、終わるんだったらさやりたいことやろうよみたいなさ、あの隕石落ちてくるときにさ、俺映画とかでアルマゲドンで見るけどさ、思うのがさ、教会で祈ってる人たちを見るとさ、うん、もっと感じることあるだろうみたいな。いや、あれはやっぱ現実だなって思うけど、ね、でもやっぱこうね、もしかしたら2年後にこの集落がもうね、人口が半減しちゃってインフラ維持ができなくなるみたいな状況に多分遅かれ早かれなると思うんだけど、それを分かっているんだ、うん、状況で、まあ、こっから手張っていくっていうオプションも多分遅かれ早かれなんか出てくるのかなとは思うけど、それはまだ将来的には起こりうる問題として考えていて、ただそれに向けて悲観してあれもこれ誰もこれお金もない何もないどうせ俺らは田舎者なんだみたいな感じで亡くなるよりも、もうやりたいことをどんどんやって、それが意外と他の人たちに受けるかもしれないじゃん。なんかあそこの集落って100人くらいしかいないのになんかめっちゃ元気だよねって思ってもらったら、うん、こっちの勝ちじゃん。そうか、うん、やっぱりそう、多分その森人会とか水没林っていう単体では多分ね、いろんな要素ってかが多分この中津川に起きているいろんな現象と歴史と文化と今の社会事情を考えて、もうその要素らすべてがひっくるめた形が多分今のその砂勝川の水没林のライトアップとか森人会の形になってんのかなって思う、うんうん、多分これが一つでも要素が掲げてたら多分こういう形になってないと思う。なってない、うんうん、タイミングがいいなって思う。そうだよね、うんうん、だってライトアップも去年やってみないとこれに繋がんなかった。そう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 。去年だって雪めっちゃ広かったとかさ。そう。そんなに天気良かったわけじゃないけど。そう。吹雪いてたしね。そう。それでもちゃんと続けたってことです。うん、まあ、あとはこのねライトアップって一番ほらマネタイズが難しいところだから、うん、まあ最低限その白川水没林の環境整備とか。うん、あとはやっぱりその今後例えばライトの機材を増やしたいとかっていうお金は確保しなきゃいけないから、そのマネタイズっていうところは絶対にやんなきゃいけないなと思っていて、だから今年はその試しで協力金をやってどういうふうになるか。ちなみにさ、こう、うん、俺らはこうライトアップのプロじゃないわけじゃん。全然ね、まあ、林業だったり、うん、まあ、旅館だったり、うん、土木だったり、全然違う分野の人たちがライトアップしてるわけですよ、うん、で例えばこれを見た人が、いや俺プロですみたいな、そういうライトアップのプロだったりとか、そういう人がこれもしこれを見たってやりたいってなった時、それはどういうふうに考えてる？ね、どうなんだろう。こう
精神的なところで商売されて、いや、うん、うちプロなんでお金もらいますって言ってここでライトアップします。確かにすごいものはできると思う。でもね、なんかね、どうなのっていう、それはなんかね俺も今その精神的なところに来た瞬間に、例えばここの場所を、ね、この1ヶ月間200万円で借りたいんですみたいな、みたいなの思ってる。それだとちょっと嬉しいなと思うけど、でも精神的なところでは正直水没林ってさ、自然発生的に生まれた風景じゃないじゃないですか、ね、結局人工で、そのダムができたがゆえに中津川の人口、まあ、もちろんそのいろんな要素あったかもしれないけど、うん、半分の集落が沈んで、そこから人口の加速が一気に進んだわけじゃん、うん、っていう歴史を考えると、このライトアップは中津川のに住んでる人がやることに意味があって、うん、他の商業的な人たちが来て、どんだけプロであろうが、どんだけすごいもん作ろうが、プロジェクトマッピングしようが何しようが別にどうだっていいんだけど、その人たちが来て商業的なイベントにするっていうのは俺はちょっと違うな、違うなっていうか僕的にはないと思う、うんうん、ちょっと安心する部分やっぱりこう観光やってればどん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 こう規模を大きくしてって、うん、どん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 お金稼いで、うん、多分そういうふうにこう走っちゃう、うん、でもこの森人会だったら法人じゃないし、うん、利益を追求するわけでもないし、うん、ちゃんとこの空気感っていうのを守っていけるのかなっていうふうに思ってやっぱりこう協力してるところがある、うんうん、だってね、ここでプロジェクト、まあ、確かにプロが来たらさ、すごいもん作ってくれると思うんだよね。すごいと思うよ。ね、1日だけやってみてとか思うけどさ。だけど、うん、やっぱ光が主役じゃなくてさ、そう、映ってるものが主役なんで、そう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 、飾る必要ってないじゃん。そう、もうそうなんですよね。だから、うん、やっぱりや、うん、来てくれてる人たちも多分。なんとなくは分かってると思うんだよ、プロじゃないんだろうなっていう、それさえ分かってもらえればいいですよね。そうそうそう、もうね、田舎のおじちゃんたちにね、このカウンターを作ってもらって、うん、配線もやってもらってっていう、なんかオール中津川で、ね、じっちゃんたちも集落の人たちも巻き込んでやってるっていうところを、空気感を感じ取ってほしい。そうだね、発注して3日後にこれが出来上がってるっていう、そう、やっぱ俺らが頼まなかったらしてくれなかったでしょ、多分絶対してくれないと思う。お願いだ長谷崎さんやって、これなんとかなるっていう、何のさ、そうそうそう、明確なものがなくてさ、見積もり書も何もなく、欲しいんだよねってこっちもテーブル欲しいんだよね。そう、本当はね、そこの裏の棚が欲しかったんだけど、ナージョス行動って言われて、いや、これがここで、そうそうそう、でもね、そこのカウンターは大正解だった、大正解、うん、長谷崎さんはこれ何すんねんってぐちょぐちょ言ったけど、だけど最終的にはやっぱりすごい喜んでたもんね、うん、ああこうしたんかって言ってね。いや、俺的にはこの、うん、建物自体ね、チロリアンっていうもの自体が、うん、こう白川層ができてすぐに、うん、そのダムに頼んだわけでもなく町に頼んだわけでもなく、うん、白川層が独自で多分建てたのね、うん、でその時に中津川の多分最後の大工さんが建てたの、だから、うん、ちょっと残しておきたいなっていうところがすごい気持ち的なところがあって、うんうん、耐震構造もめちゃくちゃだし、うん、その辺腐ってきてるし、うん、本来ならば潰すべきだね、うん、でもなんかもうちょっと残しておきたいって、でこうやって中津川の次の世代の、うん、まあ、次の世代ってもう80代の人が作ったやつが、ね、復
文雄さんが少し手を直しして、うん、それで俺らが使ってるわけじゃん、うん、すごいよね。そういやちょっと木ってすげえなって思ってそうそうそうこれコンクリではないぞ、コンクリートでは持つでしょって最初からさ、多分そういったところのストーリー性がね全然やっぱりすごいと思う。連続感がそう、ゆくゆくはやっぱなくなるじゃん木だから、うん、腐るし、うん、多分ねそれでいいと思うんだよ、土に帰る、うん、ちょっと返してあげたいなって思う。そう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 、うん、別に、うん、ねそのピラミッドじゃないけどさ、うん、独裁者が作るさあの大きなブロンズ像とかさ、うん、は全然いらないわけじゃん、うん、木みたいにただただ朽ちていって消えていって、うん、だけどそこから俺森ってそうじゃん、大きな大木が倒れた後さ、うん、こうそこに日が入るようになって、うん、そこから新しい芽がどん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 成長していって、うん、また森を再生していくじゃん、うん、多分そういったプロセスなんだろうね、こう、まあ、この中津川っていう集落に限らず、うん、っていうのを本当にこの大自然の中でこの改装したバーベキューハウスのチロリアンで水没にライトアップを見ながら話すっていうのはなんかもう新たな、ちょっと今ねちょっと今アイデア浮かんだもんね。ここでなんか読書会とかやったらめっちゃ楽しそうじゃない？いいね。なんかこうちょっと深い話を語り合うみたいな、うん、いやもう中身なくていいと思うんだよね。そう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 。自分が思ったことさ、そうただただ話じゃない、なんかこうちょっと哲学的になる、そう哲学的になる、いいよね、なんでもないおっさんがさちょっと語れるっていう、そう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 お酒も飲んでないのに語っちゃうよみたいな、うん、っていうような空間ができて人が集まり始めたら面白いと思う、うん、なおさら、うん、そしたらここのチロリアンを今後はもっともっといろんな人に使えてもらえる、うん、ある意味一つの居場所になるじゃん、うん、そしたらもうこのカウンターだってどんどん意味が出てくるわけで、ね、やっぱチロリアン自体がこう高度成長っていうのも、うん、その時代ってやっぱ子供がめちゃくちゃいて、どこもやっぱり子供で集めてて、子供会が夏休み午前と午後で違うグループが使ってるみたいな、そういう施設、それがもう今全然子供なんかと、ね、うん、呼んでも来ないみたいな、うん、近くのラウンドワンにみんな行きますみたいな、うん、その状態でこう空いてたからさ、こうやってちょっとおじさんたちが集まれるって、うん、ちょっと嬉しい、うん、でおまけにここを改装したことでさ、あのパークゴルフの、うん、おじいちゃんたちめっちゃ喜んでたからね。そうね。こんな綺麗になったのみたいなこと言ってた。そう、なんかそういう変化が、うん、あの地元の人たちも嬉しいんだろうね。うん、そうだ、うん、って思った。うん。本当ここ10年さ、新しい建物建てないんだよ。うんうん。中津。多分もう建てる元気はもうないです、うん、まあそう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 、そう、そこまでね投資すべきとこなのかみたいな言われてしまうとさ、グーの音も出ないかもしれないけど、だけどやっぱりなんだろうな、変化していくっていうことは決して悪いことじゃないじゃん、うん、だからやっぱり、うん、なんかそういう面でも森人会もどんどん変化していって、周りのじっちゃんたちや、ね、集落の人とか、まあ、町内県内の人たちにちょっとこうあっと驚かせれるようなグループになっていけたらもういいなと思ってますけど、うん、何分話した？はい、何分話したか、これは1時間以上話してる、話したね。